京都へおいでやすー、どうも、ミスター京都、あきです。はい、本日はラーメンの話題の新店舗に向かわせていただきます。場所は、市場大宮の近くで、ミブエリア。そちらに新たに11月11日にオープンしたお店なんですけども、そちらのお店は元、皆さんラーメンファンやったら知ってると思うんですけども、老舗の中華そば、チンゲンさんっていうお店があったんですけども、チンゲンさんが2018年に閉店いたしまして、はい。そちらに30年間通ったファンの方がその味を復活させようということで新たにオープンしたお店っていうことで今話題になってるんですけども、僕もねチンゲンさんは2回行ってるんですよ。はい、確かねもう懐かしい、ほんまに懐かしい、はい、ふわっとね生姜の香りの効いた、出しちゃった記憶があるんですけども、はい、今日はそちらの新店舗向かわせていただきたいと思います。いやー非常に楽しみですね。はい、ちょっともうだいぶ火立ってるんで味の方はちょっと忘れてるかもしれないですけども、はい、今日はいただいて懐かしい気持ちになって、はい、チンゲンさんを思い出しながら新店舗をご紹介させていただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。ということでやってきました五条通りの三部通りですね。三部通りをずっと五条上がってきて高辻を噛みに行って、そしたらあるんですけどこちらですね。はい、やってきましたよ、やってきました。駐車場も1台ありますね。はい、こちら総急さんですね。もう昭和の懐かしい感じのね入れたちでね、昔のチンゲンさんのままの看板で、はい、いやー楽しみですね。したら行ってきます。すいません、メニューはこんな感じですね。ということでやってきました、11月11日オープンの中華そば総急さんですね。はい、いや楽しみですね。メニューもシンプルイズベスト、はい、せっかくなんで定食にしましょうかね。はい、とりあえず今から注文していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この天ぷらなんですけどね、これチャーシューの天ぷらっていうことなんですよ。これ言います。ほんでこれのチャーシューですね。ちょっと食いすぎかもしれないですけどそれいきます。はい、ということでいきましたよ。本日はおすすめの天ぷらセット、チャーシューの天ぷらということですね。はい、ご飯こんな感じですね。おー、チャーシューの天ぷら初ですね。はい、ほんでこちらがですね、あのチンゲンさんに30年間通われたマスターが、はい、作られた中華そば。うまそうじゃないですかこれ。見かけはなんか昔とよく似てますねこれね、スープの色とか。はい、ということで食らっていきたいと思います。あ、鶏ガラのいい色してますねこれ。あ、まさに中華そば。マジミ。うま。懐かしい味ですね。いい感じの鶏ガラスープですわ。ほのかにね、その生姜の効いたね、はい、このチンタンスープ、最高です。さあ、中華そば。やっぱりね、完全には似せることはできなかったみたいですけど、近づけることはできたということで、かなり近づいてると思いますよ、はい。今日はチャーシュー麺言ったんで、チャーシュー大量に入ってますけど、はい、ここは豚バラを使用されているということで、はい、ほろほろっすね、ほろほろ。
うんま、トロトロのトロトロ、柔らかいね。これはご飯に合いますね。うまっ。したら麺いくぞ。麺、お、メンマもたくさんチャーシューの下に入ってますね。お、いいね、いいね、細麺ですね。おら、これすごいバーゲームじゃ。中華そばだったら毎日でもいけるね。いや、食べやすいけどコクがある、すごい美味しいですね。な、これいってみるわ。チャーシューの天ぷらって初世だな、これ。これはしにくかな。ぎっしりチャーシューが詰まってる。本物のチャーシュー、チャーシューの天ぷら。これ米にも合うしね。ビールとかにも絶対合う。うん、うまっ。このチャーシューの天ぷらおすすめします。めっちゃうまい。いや、このチャーシューの天ぷらむちゃくちゃうまいですね。もうおすすめしますよ。もう結構味がね濃いんでね、ご飯がむちゃくちゃ進みますんで、これはいいね。じゃあ味変、シンプルに胡椒ですね。まさかこれなんですか。それは一味ニンニク。あ、ラーメンに。はい、ラーメンに、はい、自家製の、はい、自家製の一味ニンニク。自家製の一味ニンニクですね。あー、うまいわ。あー、ニンニクと一味のコクが入ってさらにね、うまくなった。メンマでもほんまに昔ながらのメンマ、もうチンゲンさんそのままのメンマですね。うまっ。これがとにかく絶品ですね。これみんな食べに来てほしいね。うん、はまる、はまる。めちゃくちゃ食べやすかったですよ。美味しかった。毎日でもいただけるラーメンですね、これね。はい、このチャーシューの天ぷらびっくりしましたね。はい、米が進みまくる。はい、ということでめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。はい、マスターから帽子をプレゼントしていただきました。嬉しいですね。
鶏ガラポークかな、チキンポークですね。いやうまかったね、ほんまうまかったわ。毎日でも食えるでこれやったらね。まっさりしてるにも鶏のコクですよ、ほんまに。もう昔ながらの中華そば、はい。ほんで以前よりね、なんか生姜が軽くなってるんで、僕的には以前よりも食べやすくなってるような気がして、はい。結構他のお客さんからもそういう意見が出てるということなんですけども、ほんまに美味しかった。ほんであのね、天ぷらですよ、これ一回食いに来てもうご飯進む、ご飯足りなかった、はい、めちゃくちゃうまかった。ということでまた来たいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。うまかった。最高でした。マスターありがとうございました。また行きます。ありがとうございました。